スカラザはイタリア・ミラノにある歌劇場である。初代の宮廷劇場以来の伝統を持つイタリアオペラ界の最高峰とされる。現在の建物は2代目のもので、初代の歴史的建築物のテアトロ・ドゥ・カーレは1776年2月25日、シャニクサ祭のガラコンサート後に消失した。劇場のバルコニー席を持つ裕福な90人の ミラノ市民がオーストリア大公フェルディナントに新しい劇場の建設と新劇場完成までの仮劇場の提供を依頼した。新古典主義の建築家ジュゼッペ・ピエル・マリーニが最初の設計案を作ったがオーストリア長官のフィルミアン伯爵はこれを却下した。1776年第2案が女帝マリア・テレジアにより承認された。 新劇場は以前サンタマリアアラスカラ教会のあった場所に建設され、ここから劇場名が取られた。教会は取り壊され、ピエトロ・マルリアーニ、ピエトロ・ノゼッティ、アントニオ及びジュゼッペ・フェが2年を費やして劇場を完成した。新劇場は、広告立スカラ新劇場の名で1778年8月3日に落成し、アントニオ・サリエリ作の 見出されたエウローパでコケラ落としを行った。ハプスブルク帝国時代に創立されたこともあり、ドイツオペラへの適応力も伝統的に高く、フルトベングラー式のニーベルングの指輪などの歴史的録音も残している。1950年代前半のカラヤンは、ドイツ圏の歌劇場に足場がなかったこともあり、同歌劇場ドイツオペラ主任としてドン・ジョバンに、 バラの騎士、タンホイザーなどを指揮し、自らのオペラ活動の中枢としていた。蒸気作品を含む多くの演目で、彼の戦後の初式は、同歌劇場で行われている。内部建設費は、バルコニー席の売り上げで賄われ、各ボックスの持ち主は自席を豪華に飾り立て、スタンダールら観客に強い印象を与えた。劇場は、 ほどなく、スカラザの名で知られるようになり、高貴で裕福なミラノ市民の絶好の社交場となった。当時の監修では、平戸間席には座席がなく、観客は出し物を立ったまま干渉した。オーケストラピットの構造はまだ導入されておらず、オーケストラは客席から丸見えであった。スカラザは一貫して、バルコニー席の会場にあまり裕福でない人でも、 感激できるようなガレリア席を設けている。これは、ロッジョーネと呼ばれる。ロッジョーネへの入り口は、通常の正面入り口とは別に建物横に作られている。スカラ座の当初の照明は、油のランプで、舞台用の84機及びその他劇場内のための、数千機が設置されていた。そのため何百個もの防火用水入りバケツを、 多数の部屋いっぱいに配置していた。その後 U ランプはガス灯に変わり、1883年には伝統に交換された。当初の構造は1907年に改修されて、今日の配置と同様になった。第二次世界大戦中は、ミラノがイタリア社会共和国下に置かれていた1943年に受けた。 連合国軍機による爆撃で大きく破壊されたが、その後修復され、ヨーロッパ戦線における戦闘が終結してからわずか1年後の1946年5月11日に、アルトゥーロ・トスカニーニの指揮による演奏会で再開した。2002年1月19日から2004年11月までの間、スイスティチーノ州の建築家、マリオ・ボッタによる 大改修プロジェクトのため閉鎖された。その間オペラ座は、市の中心部を遠く離れた新しいアルチンボルディ、劇場に移った。改修に対して、伝統派から歴史的なディテールが失われる恐れがあるという異論を招いた。しかし、オペラ座当局は、内部構造を呼び、ホール内部の分厚い赤絨毯を撤去した。 イの音響の改善効果に関心していると言われる。舞台は全面的に作り替えられ、拡大された舞台裏はより多くの舞台装置を収容でき、従来より多数の公演に対応できるようになった。客席にはモニタが設置され、観客はオペラのセリフを英語、フランス語及びイタリア語で読むことができる。再開公演のチケットは2000ユーロで発売された。 現在スカラザにはロビーから入場可能な博物館が付属し、そこでは絵画、装功、彫像、衣装やその他オペラに関係する文書など特別な収蔵品を保有し公開されている。スカラザは数々の著名なオペラの初演の舞台となった。プッチーニの代表作である蝶々夫人やトゥーランドットはスカラザで初演されている。とりわけ、 ベルディとは特別な関係を有している。しかし、ある時、ベルディの音楽が雑木オーケストラによって改変されたことを理由に、ベルディは彼の作品を上演することを禁止していたことがある。スカラザのシーズンは、伝統的に12月7日の西安ブロジュースの日から始まる。 この日の上演はすぐ近くのガレリア内に設置された巨大モニターを通じて生中継される。すべての公演は深夜0時までには終了しなければならず、長大なオペラは必要に応じ開始時刻が繰り上げられる。入場券を持っていても開演後には入場が許されない。天井差時期には口うるさく熱狂的なオペラファンが多数詰めかけており、 歌手がうまく歌えたり失敗したりするのに対し、熱狂的にも、批判的にもなり得る。スカラザの天井さじいきは、オペラ界の炎の洗礼であるとみなされ、失敗は末長く語り継がれる。テノール歌手ベルゴンツは、アイーダの歌い出しでしくじったことが許されず、イタリアで、最も軽蔑的とされる、フィスキでやじられ、長期間にわたりスカラザの舞台に戻ることがなかった。 ロベルト・アラーニャも、アイダ・カイシ・のアリアで天井さじきから、恥を知れ、ここはスカラだぞ、とブーイングされた。彼は演奏の途中で舞台を放棄し退場した。マリア・カラスの、椿姫はスカラ座の歴史上において、最大の成功作の一つであり、記録的な収益をもたらした舞台であった。 しかしその後1964年12月17日にカラヤンとミレイラ・フレーニのコンビでの上演が完全に失敗して以来スカラザでのツバキ姫の上演が封印されることとなったしかしこのマリア・カラスでさえこの当時のスカラザにはカラス派とレマータ・テバルディ派というものがあったためツバキ姫の公演の最中に天井さじきに陣取ったテバルディ派の観客から やじと口笛が鳴らされたという。1990年以来スカラザの総支配人の職にあったカルロ・ホンタナは人気作品をより多く公演にかけたいと主張し、珍しい作品を積極的に取り上げようとする音楽、監督、指揮者リッカルド・ムーティと長年対立してきたが、2005年2月に運営理事会から解雇された。その結果団員が反発し、 強い不満の表明とストライキを引き起こした。劇場の理事会は運営を早急に統一する必要があるという声明を出した。同年3月16日、スカラザ・オーケストラとその他の団員はムーティに対する不信任案を圧倒的多数で決議し、ムーティ自身がフォンタナの公認に据えたマウロメイリの辞任を要求した。ムーティは この数日前相互不和を理由に演奏会をキャンセルせざるを得なくなっていた。イタリアの文化賞、ジュリアーノ・ウルバーニは指揮者を指示したが、スカラザの円滑な運営と名声を守るため、劇場運営側の速やかな行動を要請するしかなく、収集に失敗する。4月2日、ついにムーティは長年一緒にやってきた団員の敵への当枠を示しつつ、 音楽監督を辞任した。スカラザ CEO 兼芸術監督のオリベッティのタイプライターの営業出身のアレクサンダー・ペレーラは、その経験を生かし赤字のチューリッヒ歌劇場を黒字化した。日本におけるスカラザ商兵は、1981年9月に初の引っ越し公演が東京文化会館 NHK ホールで行われた。 生涯には1965年から16年の歳月をかけ、民主音楽協会により実現した。当時、シモン・ボッカ・ネグラ、セビリアの理髪誌、オテロ・ラ・ボエームのオペラが上演され、クラウディオ・アバド、カルロ・スクライバーを指揮者に迎えて、盛大に行われた。その後は、日本舞台芸術振興会の佐々木中二の尽力もあり、 世界でも類を見ない関係を築き、来日公演を重ねてきたのみならず、東京バレエ団のスカラザ公演も実現した。なお、日本の映画館は、昔から、ミラノ劇場、スカラザなど、同劇場にちなんだ命名が、全国的に多く、現在でも相当数が残っている。アルトゥーロトスカニーニ、ありがとうございます。